待て、あまりに怒涛のライブすぎて半ば意識不明気味にすでに帰宅しちゃってるけど、俺真冬にキスしてない。やべ、そもそも俺真冬にどう思われてんだ。あ、おい、大丈夫か。どうも。上がって。汚いけど。お、この家全体から真冬の匂いする。もうダメだ、帰ろう。あと5分。いざ二人になると緊張する。上野山君はこの後何か予定とか何あるの？ないけど。なんだよ、言いたいことあんならはっきり言えよ。どっか行きてえとこはあんの？セーブしろ、セーブしろよ俺。あんまグイグイ行くとがっついてると思われるぞ。金ねえから遠くとかは無理だけど、どこでも連れてってやるよ。本当？もうダメだ、前後の分が噛み合ってね。デートっぽいとこだね。お前、上野山くんが好きだよ。え？え？好きだよ。上がらないの？あ、親いないから大丈夫だよ。はい。お？って、危ないから。